日本関東地方茨城県森谷市ケア機台ケ台4丁目幸福の道ケア台公園ケア台は茨城県森谷市の地名1丁目から6丁目まである土地区画整理事業により1988年5月31日に森谷、おつし、高野の各一部より新設された郵便番号は302-0128森谷市の南部 上層ニュータウン南森屋の南部に位置する完成な住宅街である。今なお住宅開発が進んでいる地域であり、南森屋駅から伸びる遊歩道、幸福の道が区域の中央を通る。一丁目に南森屋駅、筑波銀行森屋ケ台大支店。四丁目にケ台大公園、南森屋児童センター、声遊学士森屋店。五丁目に 知立つけや期待中学校がある。東は、お市本町、西、南は高野、北は、松ヶ丘と接している。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、ケヤキ台5丁目13番7の地点で10万4000円、平方メートルとなっている。元は、森や、お市高野のそれぞれ一部で、山林や田畑が広がる地域であった。 また、地域内には古くは、平野正門の城があったと推測されている。1970年代にニュータウン開発計画が決定して、以降は開発が進められ、区画整理の終了とともに独立した町となり、現在は、島地となっている。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。地域内に、 関東鉄道上総線南森屋駅がある。また、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、関東鉄道上総線森屋駅を結ぶ路線バス、森屋市、コミュニティバス、モコバスが地域内を走っている。路線バス地域内には、ケヤキ台、ケヤキ台2丁目、ケヤキ台3丁目、ケヤキ台6丁目の4つの停留所がある。モコバス地域内には、南森屋駅、西遊学島へ、 欅台4丁目、欅台5丁目の4つの停留所がある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。平成16年より地域の一部が高野小学校と合衆小学校の選択区域となったが、これはもともと高野小学校の学区であった場所を合衆小学校の学区へ変更する際に反対があり、選択学区へと変更した経緯がある。 ありがとうございます。